2020年6月の17日、生物連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療第29回になりますで。本日は免疫の3ということで、体液性免疫抗体の話をしたいと思います。私は講師を務めます船橋市議で予備高校講の朝倉と申します。市議としての新型コロナ対応関係の発信は、朝倉ミキある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。 さて、えー、本日は免疫の3日目ということで、この体液性免疫をやりたいと思います。で、今日ちょうど面白い話がありまして、えーと、音楽の先生とある意見交換をしました。で、えー、私はこの講座の中であった遺伝子の読み方遺伝暗号表 ATGC の4つの暗号で、アミノ酸の配列が、あの塩基配列の暗号で DNA、RNA の、えー、アミノ酸の4つの配列が えー、アミノ酸の並びがあの決まっていくとでこの暗号の仕組みはちょうど音符の仕組みに似てるかなという話をちらっとしたんと思うんですが今日はちょっと音楽の先生と意見交換をしてえっとまああのいろいろ似てるところがあるなと、まあ、違いもあるけど、まあ、音楽の音符と遺伝暗号っていうのは、えー、似てるところもあるなという話になりまして まあえー、とこの機会にあの音符のようにあのこの遺伝子の話が短いになっていけばいいなというふうに思っております。それでは、えー、と本日の講座はこんな形でやっていきます。さて、えー、と私たちの、えー、っと血液の中にはこういう血球のグループがあるんですね。でこの中であの赤血球と血小板以外は全て色が白いので 白血球と言ってました。ここら辺全部白血球ですね。で、その白血球の中で特にリンパ球と言われるグループがあります。リンパ球ですね、リンパ球。で、このリンパ球と、リンパという言葉はよく聞くと思いますけど、まあ、リンパというのはどういうことだろうかということをちょっとせあの確認しておきたいと思います。で、私たちは人の体ってのは実は6割は水分でありまして、 実は、タンパク質とかそういう水分以外のものは水より少ないんですね、60kg 中 24kg が固形成分です。で残り60%、36kg が水なんですけど、水の中の3分の2はあの細胞の中に入っています、細胞の中。での残り 12kg ぐ,、まあ、12ぐらいは細胞と細胞の間に入っているんですね。 でその細胞でないところに入っているその代表的なのは血液の中の液体成分結晶だということはご存知だと思うんですが実は結晶以外にも液体成分がありましてそれがリンパ液と組織液というやつです。血管の中の中液体成分以外にも実はあの 液ががああるんですすね水分分の部分がありますじゃあ、そのリンパ液というのは何かということですが、えっと、私たちの血液の循環を図に書いてみると、赤で書いたのが血液の循環です。これ真,真ん中に書いてあるのが心臓ですけど、心臓からこう赤の循環で体循環を回って、そして肺循環を回っていくと。えー、ところがこの毛細血、ここら辺の毛細血管のところに注目するとここの動脈の一番最後のところ、毛細血管になったところから、 別の道が分かれてますね。でこの別の道というのが実はリンパ系なんです。でリ,ンパキリンパ系というのは最終的に胸管という管に合流して、左の鎖骨の下で静脈に合流し,します、えー。左の鎖骨、まあ、今手で触れるんじゃないかと思うんですけど、そこで、えー、リンパの流れが静脈に合流して血液の流れに入っていくんですね。それでは、そのリンパの流れというのはどうやってできるかというと、体の毛細血管の末端 の壁から液がにじみ出ましてこれ組織液と言いますこの組織液というのは細胞と細胞の間を取り巻く液です。でこの組織液が細胞にいろいろ酸素や栄養分を送っていくんですね。でそしてそ組織液がにじみ出たものがやがて血管とは別の管に集まるものがあります。一部血管に戻る、静脈に戻るんですがえ、こっちに戻るやつが、このリンパ管という管がありまして、 リンパ管という管がまあ、心臓の方向に向かっていくんですね。で、ただ、えっ、ー、と血管のように明確にこう。あの行きと帰りがつながった管ではないので、やはりきちんと戻すためには逆流してはいけないということで、ところどころに便があります。で、皆さんがそのまあ運動をする。歩いたり、手を動かしたりする。運動をすると、この筋肉の運動によってこの便がうまく。 あのえー、こっちに心臓の側にリンパ液を送り出す側に動いてくるんですね。で、リンパ液の、えー、ところどころに節がありまして、これがリンパ節とかリンパ腺と言われる、あ、リンパ腺といわれるものです、リンパ節ですね。で、ここに実は今日の主役である T リンパ球や B リンパ球がいつもたくさん住んでるんですね。 でここにあの実は、えー、っとこれから今日、えー、対抗したい抗原に対,対する情報が入ってくるとこれからじゃあそれらとをやっつけなきゃいけないということでここからそのすみかから出てささ骨した静脈を経て結果の方にも行くんですね。 まあ時々またパトロールのために血管に行ったりする、まあ、別にあの細菌とかが来てなくても、パトロールのために定期的に血管に行くやつもあるんですけど、まあ、特に活躍が必要なときにたくさん出ていくという形になります。さて、それで、えっと、血液、えー、あその骨髄で作られる血球系なんですが、多能性幹細胞というものから作られて、骨髄系の 細胞とそれから今日の主役であるリンパ系の細胞があってそのリンパ系から T 細胞と B 細胞というのが出てきますでこの T 細胞というのは胸線という実は胸線ってあんまり聞いたことないと思うんですけど心臓の上に心臓ってハート型のにイメージで書かれることなあるんですけど実は心臓の上に逆ハート型の、まあ、臓器が乗ってるんですね胸線ってめあの臓器が実は心臓の上に乗ってまして これが実は T 細胞という免疫系の、えーま、トップのものを教育する組織です。これ明日詳しくやります。で、これで、えー、と育てられた細胞のことを、まあ、チムス、サイムスの T を取って T 細胞というんですね。で、一方、骨髄から出てきて直接体の,あの末端に行くやつを B 細胞と言っています。この B は実はファブリキウスノーという調理、鳥の仲間の組織の 名前から、えー、ブルサーという名前から、えー、来てるんですが、まあ、めんどくさいので、えーっと、骨髄のボーン、骨のボーンのビット、骨から直接出てくるというビットを押さえていただいて結構だと思います。チームスか、えー、サイムスか、まあ、B ですね、えー、ボーンです。さて、えー、それで、えー、っと昨日この自然免疫の話をしましたけど、今日はこの左側の体液性免疫ですね、ここ,こ,こ,こですね、体液性免疫の話をしたいと思います。つまり、この 槍のような飛び道具、抗体をく飛,ぶ飛ばして細菌などを羽、まあ、がい締めにする方法についてです。でまずあの言葉の整理ですがあの、細菌やウイルスなどが入ってきたときに、そのまあ、大雑把にこれは細菌由来の物質,物質だろうだと、これはウイルス由来の物質だろうということを簡単に見分けて、まあ、相手を特定せずにとりあえず攻撃、まあまあ、人間からすると防御しようとする仕組みが自然免疫です。 一方、本日やります体液性免疫というのは獲得免疫の一種でありまして相手の分子の特徴を正確に見極めてそれを捕まえる槍を作るんですね。ということで相手を見分けるということで得意免疫というふうに言っていますで。その仕組みですけど外から抗原が入ってくると病原体が入ってきたその表面のこの赤三角の物質が 今日のそれを、まあ、マクロファージュとか樹状細胞が食べましてこういう敵が入ってきましたよとこういう相手が入ってきましたよということを親分であるヘルパー T リンパ球に伝えるんですねでその時にこうお互い皿を出し合って伝えるというのがありまして、まあ、こういうのが入ってきましたよと親分に伝えるででこのヘルパー T という親分はそれじゃあこ,これをやっつけることができる槍を持った B 細胞だけを選んで じゃあ増殖しなさいというふうに命令を出すとこの、えー、B 細胞がたくさん増殖しましてこの抗体で槍を飛ばすんですねでそうするとこの赤三角にぴったり合った、えー、槍を飛ばせるので羽がいじめにしたりすることができるあと好中球というこの比較的何でも食べる細胞があるんですけどだからこの赤三角も食べられるはずなんですけど好中球もその裸の赤三角は食べにくいんですね、えー ソーセージだと考えていただくと裸のソーセージを手づかみで食べにくいしかしフォークに刺してあると食べやすいでつまりこの抗体というのがフォークの働きをしていて、えー、この串刺しにしたものを作っておくと抗虫機がたくさん食べてくれるということでこれオプソニン化と言ってるんですがこういうような形にして特に細菌表面の抗原を見分けてやっつけるのが この部隊が体液で槍を飛ばしているので体液の中で槍を飛ばしているので体液性免疫と言っています。さてその体液性免疫のもうちょっと詳しい流れを見ていきたいと思うんですが、えー、主役は B 細胞ですね B 細胞というやつが槍を飛ばすんですけどあのこう B 細胞は細胞表面に BCR というまあ抗体の全身みたいなものを持っているんですけどこれでこの B 細胞自身は今こういうやつが入ってきたんだということをまああの認識するんですね。 そして、こういうやつが入ってきて、まあ、それを捕らまえて、細胞表面に出すんです。MHC という表面に出します。この MHC の話は、ちょっと明日につながるので、明日、えー、詳しくしたいと思うんですが、えー、この皿、自分の皿の上に出すんです。で一方、えー、っと先ほど言ったように、ヘルパー T 細胞という親分に情報を伝えるグループがありまして、抗原定時細胞というんですが、まあ、マクロファージとか樹状細胞、これ木の枝のように、こう、 えーまあ、伸ばしているので、樹状細胞と言っているんですけど、その樹状細胞が、まあえー、こういう相手が入ってきたということを親分でヘルパー T 細胞に伝えるんですね。でヘルパー T 細胞に伝えるとあ、こういう敵が入ってきたというのも親分も認識する。そして自分も B 細胞側も認識すると。そうすると、まあ、それをお互いまた共有すると、こう真ん中で挟んで共有すると、あやっぱり本当にこの赤。 丸というものが来たんだということで、じゃあ頑張りなさいと親分がこの B 細胞を励ます。で励ますと B 細胞はたくさん増殖して、この槍をいっぱい飛ばすんですね。ということで、抗体がたくさん作られて、あの抗原抗体反応で相手をやっつけることができるということです。さて、でこの抗体が疎水、まあ、ここの BCR ですね、これ BCR で、最初表面についてたものが、 あの途中でこの外に飛び出させるようになる仕組みは前の話で説明いたしましたそれでじゃあ抗体というのをよく聞くと思うんですが抗体というものには実は5種類あるんですねで実は意外に短かったりするのが IgE じゃないでしょうか、えっと、特に子育て世代の皆さんは IgE アレルギーというのはこの IgE が関係してまして IgE の値によって、まあ、アレルギーの,あの、まあえー、なりやすさとか、アレルギー疾患が出やすいかどうかというのが違ってきますねで。あと、昨日少し言いました母乳とか粘膜に出されて、まあ、母乳だったらそれを飲むことによって母体と同じ免疫を持つことによって赤ちゃんが守られるのが IgA というグループがあります。この IgA ですね。この2両体というのがあります。でこの これ、アレルギーが IgD ですね。IgD はよく働きが分かっていません。で、一番の実は、でも病気一般に関係するのは、この IgG と IgM なんですね。で、IgM というのは、なんと、槍が5つ、五角形の形に、えー、こう、5方向に並んであるてですつまり2、2箇所結合箇所がから、全部で10箇所も結合箇所があるような、巨大なものが出されるんですね。で、実は感染の初期には、この IgM が出まして、 で大体1週間ぐらい、まあ、4日から7日ぐらい経つと IgG が出てきます、この1本のやつですね。で、この感染初期に IgM が出て、感染後期に IgG が出て、IgG が出ただいたいチ治癒をしていることが多いんですね、一般の場合には。ということで、えっと、これ今、東大の小玉達彦さんという研究者が、新型コロナウイルスに対する IgM と IgG の,あの比較なんかをしながら、 まあこの状況を分析しようとしていたりします。つまり、感染初期と感染後期の状態。で感染後期、この IgG が安定すると、その人が完全に免疫があるということが分かるということですので、そういう研究にも使われています。さてあ、あと、のー、これは、えー、赤ちゃんの話なんですけど、赤ちゃんが生まれてから3、4ヶ月ぐらいに病気になりやすいという話聞いたことがないでしょうか。実は 母体から胎盤を通じて IgG というものが、IgG は比較的小さいんですね、ここ、1両体。これは実は胎盤を通じて移動できるんですが、IgM というのは大きすぎて胎盤を通じて移動できないということで、赤ちゃんの免疫はあのお母さんの胎盤を通じて IgG で守られている。特に IgG にも寿命がありまして、3ヶ月ぐらいで消えてしまうんですね、お母さん由来の。で 今度は、新生児自身も自分で IgG を作れるようになるので、まあ3ヶ月以降、まあ今度自分の IgG を作れるんですけど、このお母さん由来の IgG が減って、自分が作れる間の狭間の3ヶ月ぐらいが、実は赤ちゃんの免疫が、あの、一番 IgG で言うと他、他の免疫もありますからこれだけじゃないんですけど、IgG で言うと一番少なくなるというということで、ここら辺は気をつけなさいと言われるんですね。あと、花粉症などのアレルギーというのは、この、まあ、 こういう形で、えー、まあ、あの、起こると。まあ、アレルゲンが肥満細胞というものに貼り付くと、炎症が起こって、それが花粉症になるということが言われております。さて、それで、えっと、まあ、ここら辺の話をすると、非常に深いものがあるんですが、あの、ちょっと要点だけいきますね。あの、実はこの槍は2つの部分でなってまして、この定常部というところ、これは、えど、どの抗体を持ってきても変わらない部分なんですね。 でこの可変部というところが実は結核菌に対する抗体だったらまあこういう配列だとで、アミノ酸配列だと、発症菌に対する抗体だったら別のアミノ酸配列だという、ここの先端の白いところに多様性があるんです。まあ、あの日曜大工セットで根元が共通の絵で、先端だけプラスドライバーになったり、キリになったり、マイナスドライバーになったりする日曜大工セットあると思うんですけど、あれみたいな、根元は共通で、先端だけが違うんですね。 この先端の多様性をどうやって作ってるかのが謎だったんです、ずっと。それを1980年代に利根川さんという人が日本人の研究者が明らかにしました。これはどうもルーレットみたいに多様性を作っていることが分かったんですね。遺伝子の中に V 領域というのがあります。この V 領域というのが200ぐらいの遺伝子があります。で D、D 領域というのが20ぐらいがあります。で、J 領域というのがあります。それらの V 領域、D 領域、J 領域が作る部分がここですね。 でそして、これ、軽差と重差という2本の鎖がありますので、こっちにも V 領域と J 領域がある、まあ、つまり5箇所、まあ、これ左右は対称ですので、まあ、この、えー、軽1 3重い差の、まあ、3箇所と K 差の2箇所で5箇所なんですけど、5箇所についてこういう多様性があると。で例えば、これだけ見ると、この200のうち1個だけを選んできて、 えと成熟した B 細胞なんですねそうそう例えば V の52番と D の3番と J の2番を選ぶとこの細菌 A に対する抗体ができると、えー、V の11番と D の13番と J の5番を持ってくると細菌 B に対する抗体ができるということで抗体の多様性を作っているということが分かったんですねでさっき言った FC で作った高中級のロプソニンで これがフォークでこれが餌で食べやすくなるというのはこの仕組みですね。さて、えっと、この、えっと、遺伝子再構成ということが、まあ、非常にたくさんの種類の、まあ、特に細菌グループに対して人があらゆる種類の,その抗体を作る能力を持っている証拠というか、えー、ということが分かってきました。ルーレットみたいにあのたくさんの組み合わせ。た例えばこれだけでも、 200×20×6 通りですね。で、それがもっと実は微妙な多様性を作る仕組みもありますので、まあ、えーまあ、理論的には1兆個ぐらいの、えー、抗体の種類を作れるというふうに言われております。さて、えー、それでは次に免疫記憶の話にいきます。で、一旦1回目抗原が侵入しますね。で、1回目 えー、抗原が侵入して、そして4日ぐらいすると抗体ができていくんですね。で抗体が出てきて治癒します。で治癒したんだけど、ここに、えー、今、こういう抗原が入ってきて1回感染してしまいましたよという情報が免疫記憶細胞、メモリーセルとして残されますで。そうすると、その免疫記憶ですね、メモリーセルとして残されると、2回目には速やかに、4日もかからずに速やかに抗体を作ることができるとでそうすると。 まああの2回目は実は感染はしたんだけど知らないうちにもう発,発症せずに治っていることがあるというこれが実は免疫の仕組みです。で、これを意図的につけさせようというのがワクチンですね。あの1回目、えー、まあ、自然の状態では疾病になってなくてもワクチンを投与するとこれと同じことができるので2回目の侵入に対して速やかに体が対処できるということです。ただそのワクチンは抗原が違うと、えー、まあ やはり効かないので、やっぱり抗原、別の抗原が侵入してきたときにはやっぱり4日かかってしまうということですね。それで実は、インフルエンザワクチンなんかも含めて、まあ、今回のコロナウイルスにワクチンも考えられていますけど、そう簡単ではない理由は、えー、そのウイルスの方が実は表面物質とか抗原をいろいろ変化させるんですね。これ、RNA ウイルスであるが故に非常に変化が早いので、あのー、昨年作った、予測して作った抗体が、 ワクチンの抗体が、えー、その次の年に、えー、あのピタリと合うとは限らないということがインフルエンザについてもありまして、まあ、コロナについても、まあ、こうワクチンの開発が望まれますけど、まあ、すぐにもう100%ずっと聞きつける抗体ができるかというとそう簡単でもないということですね。それでは、えー、っと最後に なると最後にですね最後のスライドです。ちょっと難しい話なんですけど、まあ、難しいって,っても、まあ,ある意味は分かりやすい話なんですけど、あのー、この原理が下にもつながるので、えー、知っておいていただきたいと思います。えー、実は免疫というのは、自己と非自己の区別なんですね。自分の細胞は攻撃してはいけないと。で自分でない細胞、これ、細菌とかウイルスとか、まあ自分でない物質は攻撃するべきだということで、自分と他者のあのー、 タンパク質なななどを区別しなきゃいけないけとでその時にそれを教育しているのが胸腺というさっきの心臓に乗っている逆,逆ハート型の組織ですで。特に親分である T 細胞をあの分化させるんですねで。T 細胞の表面に明日詳しくありますけど TCR というその、まあ、相手の,えその触った相手のが自分か他者を見分けるポイントとなるあの、まあえー 棒みたいなところがありまして、それを多様化させるんですね。で、それを実はこれたた正確には胎児期です。胎児期に中心に。まあ大人になってもこれやり続けてるんですけど、胎児期に一番頑張ってやるんですけど、あの自分と他者を見分けるためにどうするかというと実は？ 一旦すべてのタイプの,の TCR を作るんですすべての物質に対して対抗できる TCR を作るんですでその上で自己ペプチと自分のが持っているタンパク質に結合したものを強く識別するものは自分を攻撃してしまうから危険ですねこれを壊したいんですかといってじゃあ自分と全く反応しないやつはいいかというとそうそう 自分の,、まあ、の MHC というのは下し言いますけど自らの細胞表面にあるマークみたいなものですけどそれを全く認識しないとパトロール、えっとまあ、あのパトロールしてのもの、えー、T 細胞というのはパトロールしてい,いみたいなものであ,あなたが自分から、えー、触った相手 接近すするる相手がが自自分か自分分かかででないかを見分けることが必要ですそうすると自分であることを認識しなきゃいけないので全く自分も認識しないやつもだめなんですね。だからそもそもそういう TCR というその先端のものを作れなかったやつもだめです。で、一番いいのは自分と自分の MHC を弱く認識すると。 自分のマークはこうですよということをによく認識しておいてえそして、えー、他者は異物だということを強く認識できるやつをこれを残して成熟させるんですねでこういうふうに自分を攻撃するものとか自分を全く無視してしまうものは、えー、実は胎児器に壊しておくんです一旦作った上で、えー、壊しますアポトーシスとはあのあの細胞し あの死に至らしめるということですね、自分、一旦作ったんだけど、でそして自分に対しては攻撃しないようにしましょうというのが免疫関与という仕組みです。そうすると自分に対しては攻撃して、他者だけに攻撃するえ T 細胞という親分ができるんですね。で、B 細胞、抗体酸性についてもほぼ同じような仕組みがありまして、自分の体のタンパクを攻撃しないけど、他者のタンパクく、細菌とかのタンパクを攻撃できるということになるわけです。さて これが時々狂ってしまうのが自己免疫、自分を攻撃する抗体を作ってしまうものが自己免疫的疾患でありまして、1型糖尿病や関節リウマチはこれが原因だと言われてますので、まあ、その場合にはまた独自の制御が必要になってくるということですね。はい。ということで、本日は特にこの、まあ、本日の一番重要なところは、これですね。えっと、相手をやっつける槍の線は、 根元の部分は共通だけど先端の部分のところの多様性を遺伝子のルーレット的な選び方で多様性を作っていろんな種類の細菌に対して対抗できるようになっているということこれが私たちの免疫の素晴らしい体液の中でやりを飛ばすシステムであるということですね。本日はごご聴ありがとうございました。